はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、カメラの話を久しぶりにしたいと思います。キヤノンのね、EOS R5、ずっと欲しいカメラとして、チェックしております。そんな中ですね、ソニーがね、α7S III を、近々なのかいつなのか分かりませんが出すという話を、メーカーがね、直々に話をしているという噂、情報をつかんでおります。で、そのスペックどういうものかと言いますとですね、 4K60p の 10bit422 というね、非常にハイクオリティ、高品位なスペックでね、引っ下げて出してくるという話ですね。で、私ね、以前にもちょっと申し上げたんですが、 4K60p で結局クロップされてしまうとね、中央クロップされてしまうと、そのカメラっていうのは結局そのフルサイズじゃなくなってしまうと。 4K60 をデフォルトでずっと使ってる方っていうのは、ちょっとでもね、APS-H とか APS-C とかに、ね、4K60 収録時にクロップされますよっていうことが前提だったら、それっていうのはもはやその人にとってフルサイズカメラじゃなくて APS-H とか APS-C カメラになってしまうということで、それだけは絶対ソニーさん避けていただきたいなということを言っていました。で、そこはまだ分かんないんですよね。そこの詳細っていうのはまだ分かんなくて、できればね、ソニーさんにはそこを明言していただきたいなと思います。はい、そんな中ね、もうだいぶ以前からキヤノンの EOS、R5 っていうのはもうフルサイズでノンクロップでね、全くクロップなしで 4K60 とか、4K120 とかね、すごいですよね、 4K120 とかで、果てには 8K30p っていうね、とかローとかね、はい、非常に、ね、やっぱ魅力的なんですよね。なので、その、レンズ資産とかね、マウントシステム全部を、そっちに乗り換えるぐらいの魅力があるということで、私だけじゃなくてね、私とね、付き合いの長いタケル東京ランドスケープさんという方もですね、非常にね、今キヤノンの方に気持ちが持ってかれています。でね、昨日レンズをですね、また物色していまして、でね、今日のテーマなんですけど、レンズがね、その小三元とか大三元ってあるじゃないですか。このね、大三元の RF レンズのね、大三元っていうのは非常にね、魅力的で、でジンバルにもね、すごく相性がいいんですよ。で、それをね、今日はちょっとお話したいと。はい、皆さんね、大三元って言ったら、ソニーとかでも、G マスターのレンズ、ニッパチの、16-35 があって、24-70 があって、で70-200 があって、各社ね、そういう大三元っていうのを揃えてますよね。で、キヤノンのね、今回のこの RF レンズシステムのラインナップっていうのは、いずれもね、ニッパチ、ニッパチ、ニッパチって、大三元のセットがあるわけですよ。で、それを深掘りして見ていくとですね、広角は、15mm から 35mm、ね、これ税込みでお値段が30万円、およそ30万円ですね。で、標準が24から70、一般的な焦点距離ですね、これも 2.8 で、はい、これも同じく30万円、はい、で最後にね、望遠ズームレンズがあります、ね、この70-200 の望遠ズームレンズ、これもニッパチで、他社と同じかなって思いきや、なんかね、サイズがすごいコンパクトで、しかもね、軽量なんですよね、すごく軽い。今までの70-200 の F4 だったら、小ぶりで、イメージ湧くんですけど、各社ニッパチっていうのはね、やっぱりでかくて重くて高いですので、イコールジンバルにね、相性が悪いんですよ、ね、でそんな中、キヤノンの大三元の一番テレ側の70-200ニッパチっていうのは軽い、まずね、すごく軽い、重量がね、望遠ズームね、ニッパチ同士であるにもかかわらず、重量なんと1キロ、ね、1000グラムなんですよ。で、外観もね、すごくコンパクト、短い。もちろんね、テレ側に伸ばしていくと伸びていくんでしょうけど、ね、でね、タケルさんに話を聞いたら、DJI のローニン S、DJI のローニン S っていうのが確かね、その70-200っていうのが、既存の EOS の RF マウントのカメラ、EOSR なのかな、ちょっと分かんないけど、乗せて、でバランスが取れたと。いうことなんで、おそらくね、うちで取り扱っているモザエアクロス2とか、そのあたりも乗るのかなというふうに思っております。つまり70-200のニッパチっていうのがジンバルで運用できるってことになるんですよ。今までね、そんな発想なかった。で、深掘りしていくと、光学手ブレ補正っていうのがね、5段分の手ブレ補正があって、
ね、まあ、それは各社ね、手ブレ補正っていうのは歌ってますけど、そのキヤノンのすごいところは、7200の5段分の手ブレ補正っていうのを、まあ、EOS R5 もそうかもしれないけど、そのセンサー側のボディ手ブレ補正、メカニカルの手ブレ補正と光学の手ブレ補正っていうのをハイブリッド、ね、組み合わせて、で、まあ、最適化して相乗効果を生むみたいなね、まあ、そういうことが書いてある。すごくね期待ができるんですよ。やっぱりねこのレンズとボディを組み合わせたトータルでの手ブレ補正っていうのがジンバルと組み合わさって、で7200なんか200のね手で側なんかは相当ねやっぱりクローズアップします。クローズアップした時にやっぱりねこうクックってブレたりとかする、そこら辺っていうのがやっぱ 8K とかね 4K60120 でせっかくハイクオリティなのに揺らいでしまって解像を犠牲にしてしまうってことになってしまう。はい、ですのでこのね EOS の RF システムの、7200とか、まあ、その他のね、24-70-16-15-35 かな、はい、この3本第3弦揃えるといくらなのかなってね、はい、試算してみました。そしたらね、まず広角の15-35が30万円24-70が同じく30万円で7200が確かね34万円でした。はい、合わせるとまあ、フィルターとかもね結構径がでかい、広角と標準が確か 82mm で、7200が小ぶりだから 77mm だったかな、はい、だから可変 LD フィルターも買わなくちゃいけないとか、まあ、そういうのを考えると3本合わせて100万円ですね。100万円で EOS の R5 っていうのが今言われてるのがまあ50万なのか60万ぐらいなのか、まあ、その幅の中ですね。はい、それ合わせるとトータルでですね、まあ、150万ぐらいですかね、安いところで買うと、はい、150万円で EOS の R5 があり、ね、で第3弦って、ね、広角標準望遠でいずれもねここポイントなんだけど、ここポイントなんだけど、これね G マスターだとね IS というかあの OSS っていうのが G マスターのハイグレードのその、第3弦だとついてないんですよ。なぜなら画質解像度を優先したいがためにその手ブレ補正、光学手ブレ補正機構っていうのをつけちゃうと解像を犠牲にしちゃうからっていう、まあそういうスタンスでソニーのメーカーはねつけてないんですよね、ハイエンドのモデルはね。はい、まあボディ手ブレ補正あるから大丈夫でしょうと。ただね私とかタケルさんっていうのは結構ねその 8K 時代に耐えうるその解像とかブレのなさっていうのをすごいやっぱり意識してるんで、仕事でやっぱりね、うん、まあそういう商業施設とかのこうね綺麗な映像、観光映像とか撮ってる時にちょっとでもこうね動いてしまう、微振動してしまうと一気にねその 8K なり 4K の解像感が犠牲になっちゃうんですよね。まあ、そういうのもあってね、まあ、極力ですね、まあ、やっぱ安定映像ってことを目指してます。はい、そんな中でねレンズもちゃんとニッパチで、ね、プロ仕様のニッパチの第3弦で IS がね全部についてるんですよ。超広角も標準も望遠も全部ついてる。でボディもついてる。でこれ両方ハイブリッドでさらにね相乗効果が生まれるっていう風に言ってるし、いやまさにね、プロの映像作家とかカメラマン、ビデオグラファーの方々が EOS R5 ね、まあいわゆるねその機材の購入っていうのはね、まあそのカメラを、まあ生業にしてる人、今後ね志す人にとってまあ言ったら投資家みたいなもんですよ。そのカメラ機材とかカメラのブランドに投資するようなもんですよ。ね、キヤノンというブランドにね惚れ込んで、でその R5 に惚れ込んで投資をする。50万、30万、30万、34万、全部足すと150万かな、はい、なんやかんやで、ね、150万ぐらいすると思います。でそれを一つのねお気に入りのバッグに入れて、ね、第3弦とであと EOS の R5 入れてよいしょってやったらこの塊、ね、この重さのこの塊というのは、ね、150万円の価値があります。この150万円の価値のカメラを、ねまあ、投資家であるそのビデオグラファーとか写真家、ね、映像作家の方々っていうのはそれ以上の価値に変える、変換していける力っていうのがあります。はい、そういう目線で考えたらカメラを選定したりとかカメラを購入するってことは決してね浪費じゃないということですね。はい、
で、ね、その浪費じゃないっていう、裏にはですね、やっぱりそのプロの方々のなぜそれをチョイスするのかっていうのをぜひね、皆さんね、特にビギナーの方は、まあ、私とかの武雄さんとかの意見をですね、ぜひ参考にしていただけたらと思います。特に私が注目しているのは、ニッパチズームの大三元で、解像度にもしっかりねこだわりがあって、はい、にもかかわらず IS っていうのがね、広角手ブレ補正というのがついているということ、あと7200というのがジンバルで実用範囲であるということ、ね、だから3つちゃんと揃えて R5 揃えば150万というのは高いけど、ね、高いけどね、でもそれ以上の価値というのを生んでいけるよという、ね、はい、そんなお話でした。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。以上です。